あ、12分のに乗ろうかなと、はい、もうちょっとで来ると思うんですけど、今乗ったら席が激戦区らしい、それにしますか。はい、まだは12分のやつで行こうかな。はい、9時の列の一番後ろに並んどいて12分を待つっていう、それでいいですよ。それで行きますか。じゃあ、そうなんです。映画はもうすごいっすすごい映画の来年役なんですよ。あと半年伸ばす。すごくない。ここは食べますか。何食べます。ブラックホールで、今このブラックホールっていうのはどこまで広がっていくのかって、宇宙とも対話してるのに。なるほど、映像とか持ってましょうか。この位置でいいですか。どういうことがあるか。あれ、斜めっちゃう。とりあえず上がりましょうか。カメラこそ。手離したら田舎者だ。奥に白いの出てんだ。自動でなるね。何食べますか。何食べよう。これは味噌です。でもそれならばらかしますか。私のようにして。ああ、それもいいかも。
これ若さ芋じゃないよね。若さ芋のソフト。若さ芋の原料のあれやんから。ピューマンソフト。あったあった。そうだそうだ。ほらほら。いいねいいね。ポテリコとトリコと寿司をポテチ。寿司をポテチ。あれ？あれ？あ、間違えた。こっちか。じゃあちょっとまず寿司用の方から。はい、寿司用から。皮半分。あったかいっすか？あ、すみません。あ、うめ。うま。ポテチをね、揚げたてじゃないですよ。そのままなんだけど、めっちゃうめ。じゃあポテリコお願いします。カフォーゲーディタ。あ、このじゃがりこの開けたてのやつじゃないかこれ。そのままあ、カクサクで美味しい。うん、やつもちゃんと入ってる。これはもうヘルシーだね。ヘルシーかどうか分かんない。検品とか検品。スタバ何回行ったことありますね。いや、1回か2回、なんかたまたまあのなんか無料券みたいなのもらったことあるで、3回ぐらい。あ、同じくらいですね。スイカンのやつ何だろう。ロボットの